花尾弥郎の音楽魂。はい、こんにちは、金尾義郎です。1週間ご無沙汰しております、音楽魂、今日もね楽しくやってまいりましょう。ちょっと九州の方ではね、僕ふるさとがねちょっとね川が溢れそうになってて心配なんですけどもね、これ以上ねいろんなこう被害がないことを祈っております、ということでね、高橋誠さん、どうもこんにちは。どうもこんにちは、よろしくお願いします。よろしくお願いいたします、松下俊美さん、こんにちは、よろしくお願いします。よろしくお願いいたします、本日のね早速ですよね、ゲスト1年ぶりにねお会いしました。お待ちかね、お待たせしました、山本恭司さん、イエイ、どうもお久しぶりね。どうもです、前回もすごい楽しかった、ね、本当にねなんかこう初めてね前回1年前にお会いしたんですけどね、もう初めての感じはしなくてねとてもね楽しい感じになりましたね。今日も一つよろしくお願いします。はい、こちらこそよろしくお願いしますね。ギャラリーがすごいじゃないですかね。ねね、もうこれ以上は入りきれないぐらいのね皆様方、後でねご紹介いたしましょう、はい。さて山本恭司さんはツアーでね今までいろいろ行かれてて、はい、そうですね、どんな感じでしたかね。まあ、最近はね、加納君の、はい、加納さんのいやいや一学年先輩だった。そうなんだけどほら芸歴がだから古いから教授兄さんと言わせていただきましょう。誠君も誠君というはい、もうそれでいいですね。いいですか。まあ、ね、ふるさとに近い、九州ツアー行きまして、ね、それも田川近いでしょ。あ、田川近いです ね。僕のね、知り合いもまだいますしね、元のバンドの、デビューした頃のバンドのメンバーとかもいるんですよ。そうだそうだ、それを話してましたね。なんか、一緒にバンドやってた人も確か来てくれたような気がする。そうですか、梅ちゃんだと思うんだけど、徳間の頃にね一緒にやってたんですよ、で今カレー屋さんやりながらまだバンドやってるんですよ。カレーやりながら、そういい、ね、でね僕初めて行ったんですね、田川ってのは人生。あ、そうですか。だったんですけどね、で本当にね街歩いてもね、歩いてる人がいなかったの、で不安になって、それで、着いた時ね、それで今度一旦ホテルチェックインして、で本番前にまた戻ってくる時もね、一人回らなかったの。本当ですごい不安になった、さらにで家会場に人いるのかなと思ったら、多分あれが全市民なんでしょうね。何十人か、そうなんだ。でもね、僕、さっきこの番組で初めてのような気がしないって言ったんだけど、田川の人たちもね、もう初めてのような気がしなくて、もう本当なんかもうすぐなんか気を心知れ、そんな感じでね、はいはいはい、もうライブ終わったらもう来年の、日程まで決まっちゃいました。あまりにも盛り上がって、もう打ち上げから、そうですか、2月1日から来年そうなんだ、もう決まっちゃったんだダイヤモンドムーンでしたよ ね、本当にね嬉しいですよね、そうやって。僕前回博多に行った時に、そのもうカレー屋さんにもポスターが貼ってあったの、それであ、そうなんだっつって、それであれでしょ、博多はプレアデスってとこでやったんでしょ。そう、ね、大学の後輩、で僕の高校の後輩えそうなんだ、そうなの、南高のね後輩だからね、彼はね僕が3年の時、諸江君、そうなの、で僕が3年の時1年か中3かぐらいではいはい、1年かな、だからなんとね珍しく僕の高校時代のバンドの生演奏も彼は見てるという貴重な存在なんですよ。そうなんだ、それでだから熱烈なファンだから彼がね、
ああそういうことがあったんですね。まあ、それもまあ、うん、彼はね鉄金属だったんで、うん、松にいたのはそれほど長くはなかったんですけどね。うん、だとしてもね、うん、同じ高校でもうそういう共通の友達がいっぱいいてね。なるほどね。でもそんなことで。そうなんかまだ、うん、結構そういうライブハウスとかもやりながらみんなハードロックやったりとかね、うん、してる仲間たちもいて。そうそうそう。うんなんかセッションとかして楽しかったらしいです、うん、なんかね。ねプライデスではまあ僕のライブやってそして最後は。そう彼らもねなんと、うんまあ、還暦になってきたりとかしてねだから最後還暦セッションやりましてあ、うん、それ もう久しぶりにね、うん、B のバウアウ要はバウアウもうずっと九州行ってないんで、うん、だからねちょっとで、ね、B のバウアウ2曲やってすごく喜んでもらえてねあなるほどね、うん、ね、まあ、山本恭司さんといえばですね、まあ、バウアウからありまして、ワイルドフラッグ、フラッグ、はいね、今、ね、ご活躍中で、まあ、いろんなパターンでね音楽をねやられ て本当にいろんなパターンだよね誠くんともねもう何度もアコギでやったりとかねうんだからね幅広いしねこれだけ雨の中ね人が集まっていただけるっていうこともそうだし地方に行かれてもねどこ行ってもいっぱい、はい、ねお客様っていうのはやっぱりね人間性じゃないですかね、確かにいかがですか皆さんねほら全員一致ですラジオでうなずいててもダメよなんか声を出さないだからそこら辺がねやっぱりね違うんだよねテクニックは元よりですよそういうことだけじゃなくてやっぱり人間性というかねそういう部分でねやっぱりいろんな方たちがね、まあ、海外からも今電話ありましたけども、はい、スイスのハニーマーティンからねラジオ局に電話熱狂的、うん、熱狂的なファンの方が ね、いらしてで、ねうん、Thank you honey ね、おそらくねこれもね聞いていただいてるそのスイスだけじゃなくてロンドンとかね、うん、全世界聞けるもんねそうなんですよそれで、うん、やっぱり長くね、うん、一応10年目になりましたからわおおめでとうございますやっぱこう続けているとね、うん、いろんなこと言われましたよ誹謗中傷嘘だそれはないでしょいや本当には、始めた頃に、うん、お前聞こえないラジオやってどうすんだってね聞こえない、うん、いやほらエリアが狭いからあそういうこと、うん、だからねそういうこともありましたけどもコツコツやってたら ねいわゆるねその電波をこうその時間僕がね、うん、で使用できるっていうことが重要なんですよ、うん、エリアとかの問題じゃなくて、うんうん、そうすると世界までつながる、ね、今やもう本当全世界放送だもんねそうですよすごい、ね、もう世界の音楽魂って言ってみたいなみたいなね世界のカネちゃんいやいやいや、ということでね山本恭司さんのね今日はね例によって秘密兵器はいはい、持ってきていただきましたこれはもうレトロな感じで好きなんですよ卓上アンプ2万円ぐらいのいやでもこれすっごい優れもんでしょこれ優れもんもううちで遊ぶにはもうこればっかりですねすごいですよね、これちょっと映っちゃうけども、うん、なんか前回もこれでねちょっと僕のソロの曲やったらそう CD をかけたと思ってもらえたみたいでそうそうそう聴いてる方は ね CD だと思われるぐらいねすごいし、まあ、またこの山田さんの歌っていうのもありますよね。でここでちょっと持ち上げといてみたいな。早速ね今日なんか行ってみますか。はいはい、じゃあ生演奏突然突然ですけども やっちゃいましょうかね。はい、では、僕のねタイムっていうねソロアルバムの中から、はいリバーオブタイムって曲を演奏します。聴いてください。はいThank you.
素晴らしい世界じゃないですかこれ。どうもありがとうね。いやねえ、どうですか高橋真琴さん。素晴らしいですね。このセットがいいよね、またこれ。このね、このセットになってる、こうかわい、これなんか見てたら可愛いっちゃ可愛いんですけどもね。でもそれでこういう広がる世界っていうね、こんだけ広がりのある世界っていうのは素晴らしいですよね。生演奏ですよ皆さん、お聞きの皆様。ね、ということで今日は山本恭司さん、いらしていただいてますけどもですね、松下さんの方からちょっとお便り、ファックス来てますでしょうか。ご紹介いたしましょうか、まず。はい、ご紹介いたします。マイクはあ、どうぞ。ちょっと、あ、2つは、はいはい、すいません。花尾さん、誠さん、加納、としみさん、ディレクターの山田さん、はい、撮影のキキさん、そして本日の山本恭司さん、こんにちは。はい、はい、こんにちは。蒸し暑い毎日、熱中症に気をつけてくださいね。今日は山本恭司さんにお礼を言いたくてメールさせていただきました。前回 ご出演された時に山本恭司さんのマイフォトカレンダーをいただきありがとうございました。はいはいはい、前回ありましたね。そうだっけ、ね、そうですね、うんうんうん、それで当時、交通事故で痛みと戦っていた真っ最中、素敵な写真付きカレンダーを日々、目にしながらリハビリに励むことができました、うん、で現在は加納さんのライブにも時々伺えるまで回復いたしました、はいはい、今でも大切に飾っています、うん、音楽魂の皆さん、ゲストの素敵な方々、電波を通して元気をつけられているリスナーはたくさんいます。今日も楽しみにしています。リクエストはお任せいたします。暑さを吹き飛ばしてください、はい、よろしくお願いいたします、うん、清水佳代子さんです。清水佳代子さん、ありがとうございます。ね、カレンダーもなんか大事にしてもらってて、ね、そうですね、前回ね、だからトートバッグ、そう、あ、トートバッグ、はい、そのカレンダーだったんですよ ね、 そうですね。それで、そう、それで、あの、清水佳代子さんにね、送らせていただきましたけどもですね。写真が趣味なんですよ。ね、もう素晴らしい写真が ね、たくさん。カレンダーも全部自分で撮って、自分なんかも、うん、あの、セルフタイマーで、ダダダダとかけていって、うんってポーズつけて撮って。あれ、そうなんですか。そうなんですよ。すごいね。なんですよ。いや、写真がね、やっぱ僕も好きなんですよ。写真好きなんだけど、父親がちょっと写真とかもね、趣味で撮ってたんで、はい、それだからちっちゃい頃ね、あの、うん、現像液の匂いとかがね、そこまで本格的にやってた、そうそう、やっててね、すごいね、うん、それ好きだったんだけど、なかなか僕はそういうちゃんとした写真を撮ったりとかできないんだけども、うん、ものすごく好きですよね、うん、写真見たら素晴らしいなとか思って、ね、いやもうようやく趣味らしい趣味ができて嬉しいんですよ。もう僕はもう音楽しかなかったんで、本当にだから趣味と、もうなんか趣味って言われても、それでやっぱギター弾くことかなだったのがね、ようやく趣味と、写真ですとか言って言える、ね、言えるようになったんですね。僕もなんかそういうのやりたいのと近いですね、僕もね。もう音楽以外は酒飲むことでしょ。そうでもないですか。ちょっと昨日も飲みすぎちゃいました。久々に。はい、お酒はあれですか、日本酒とかがお好きですか。昨日は日本酒にやられました。美味しすぎて、お蕎麦屋さんで、あ、蕎麦屋でね、粋なね。でね、またその鴨のちょっと煮つけっぽいやつとかね。あ、見た見た。あとね、あ、美味しそうなものは、そう、焼き味噌とか、要はもう日本酒飲めと、ね、言わんばかりのね、そういうやつでね、つい進んじゃいましたね。だって部屋帰って、ひっくり返っちゃう。いや、そんなことないのに、ジーパンをこうやって、ね、まあ座って脱げばいいのに、ちょっときついから、もう普通にもうね、ケンケンというかこんな感じで会ってたら、ああとか言って、久しぶりにね、まああの松江の言葉でまくれるっていうんですけど、まくれちゃいました。まくれる。まくれちゃいました。なるほどね。まあそういうところもやっぱり人間的、人間らしい。山本恭司さん、年相応のみたいになってきちゃったから、まあ大体割と近いね、あの年齢で、あ、そうですね、学年もね、1学年しか、ね、うん、ぐらい、男子チームはね、男子チームでも近いです。はい、同じようなもん。なんかその健康とか、うん、そういう、まあ音楽の話はちょっとあれですけども、その
健康のこととかってなんか やってるんですか、キープしてるっていうか。やってないんだよね。全然なんか。だからもうライブがもう本当一番運動量って言えば、ね、ライブだしね。まあ歌うのも結構パワーいるでしょ。はいはいはい。ね、普通の人以上に腹筋だとかいろんなところ、ね。まあロックになるともうスポーツみたいなもんですから ね。毎回5キロぐらいのギターを持って ね、動き回ったりとか、時にジャンプしたりとか。特別そういうのはまあそんなにやってないんじゃない、だからねそれほど気を使ったりとかはしてない、うんね、でもやっぱり皆さんもミュージシャンたち集まると今や健康話、うん、病気自慢ばっかりでしょ。だから誰か病気自慢っていうかねそういうぐらいの感じになってきたんで ね、そんな話ばっかりね必ずね、そうそうなるけども、うん、でもなんかありますか、なんかこれやったらいいとかって。いや僕は特別あの体操ぐらいですよ、ラジオ体操みたいな、うん、みたいな感じで、うん、あのちょっとストレッチ、もともと持病持ってるんで、うん、あの首の骨のが変形してたりとかしてるんで、そうそう、うん、5番目6番目が変形してるんで、まあ、毎年こう悪くなるんで、結構神経ほら圧迫して痺れたりとか、うんうんうん、まあ、左手はちょっと痺れたりしてますけど、僕も今左手がね、ああちょっと痺れてる、やばいじゃん。でこの1ヶ月前からちょっと整体行って、それがね、本当あのね、ゴッドハンドを持つ人がちょっと割と近くに住んでるという噂で、うん、ほんでそうしたらね、まあ、整体なんだけど、うん、頭にこうやって触れるだけ、まずは、うんうん、そうなったらここの辺にこうやって手をこうやって触れられてると、うん、左手だけはねピクピクビクビクってなんかわーっとしびれてきたりとかして、あしびれてますよねとか、ただ手を置いてるだけなんだよ。そうなんだ、不思議なの。はあ、ね、まあ、なんかぐわーっとかやられる感じを想像してて、触れてるだけ、毎回なんか20分ぐらい触れてる。あ、そうなんだ、うん、でだん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 、うん、キングって感じだね、うん、まあ、でも教授さんあたりになると指とかは、ま、ちょっとまずいですよね、うん、いやだからね、うん、ここのね、まあ、こんな話している、まあ、ギターを思いの常にね、はいはいはい、だからこの肩甲骨じゃない、これなんだっけ、鎖骨が圧迫されて、この辺を神経がガーッと通ってるから、うん、それで来てるような。なるほどね、うん、僕はだからね、まあその首がまず悪いでしょ、うん、で腰も病気自慢になってきたぞ。噂の病気自慢、腰なんて砕けてるから。だから常にちょっとストレッチとかしてないとダメなんですよ。 そうね、それサボっちゃうと出てくんだよね。あ、そうか、うん、だから自分でその周りの筋肉ちょっとつけたりとか、ね、体操ぐらいな感じで、うん、真子さんいかがですか、何かやってますか。特に太陽を見る、思考踏んでるぐらい。真琴君はね、生もうね、裸眼で太陽を見つめるの。そういう健康法やって。いや健康法ではないですよ、ね、健康法じゃないのそれ。好きでやってるだけです。健康法だと思ってたのこれ、体にいいじゃなかったのあれ、うん、体にいいことは一つもやってないです。まあでもね、方向性で生きてますから。あ、うん、まあでもね、それは僕も近い、うん、好きだもん、太陽を見、うん、ちょっと浴びる方がいい。老眼とかには一切ならない。すごいな、うん、でなんかあれなんだって、太陽を見ないとお腹が空いて困る。だから光合成してるから、太陽だから雨が降るとすごいお腹空くんだよね。で朝太陽を30分ぐらいずっと見てると、うん、もう一日食べなくても大丈夫。うわ、それは話を聞いたから一生懸命ね、見やすそうな時、やっぱ夕日とかそれを一生懸命こうやって、うん、夕日と朝日が、うん、やりやすいかもね。ね、うん、僕はやっぱり松江で春時以降に沈む夕日がとても綺麗で、確かその時はずっと見てたけどね、うん、でも直視はしてなかったような気がするけどね、うん、直視してください、ね、いやだからね、やってみたらできた、できるでしょ、うん、夕日だったらね、うん、だからその話を聞いたから、うん、なるほどね、うん、それってあんまり真似しない方がいいと思うんだけどあれ、いや誰から始まったの、いや誠流なのあれは、うん、誠、いやそういうのがちょっと、まあ、なんかあるんだよね、サイトでね、うん、ちょっと見て、うん、一瞬やっぱり40代ぐらいで 目がねあんまりよく、ちょっと悪くなりかけたことがあって、うんうん、どうしようかなって、なんかないかなと思った時に、うん、その太陽直視っていうのがあって、うん、あこれいいかもと思って、そうするとやっぱり太陽を見ると何だろう、うん、脳の中にあれ いいものが生成されるらしいんで、だから気持ち的にも
だからうつ病の人とかにはおすすめですよね、うん、あ本当あそういうのなんか分かる気がするね、そうだね、太陽見るといいんじゃないでしょうかね、うんはいはい、皆さん太陽見ましょう太陽すべてのね源ですから、でも朝日をこう浴びるっていうのはねいいよね、一、うんうん、日朝 ね、起きた時にね、そうあの朝寝る前にっていう人もいますけどねはい、だいたい5時ぐらい寝てなるべくあの紫外線を避けようという、あ太陽じゃなく紫外線を避けよう、だいたいもうロックミュージシャンはそういう感じですよね、そうですね、はい、うん、ということでね、今日は山本教授さんですけどもですね、なんか、生演奏また、行ってみましょうか、どうしますさっきね、だからここ来て何やろうかって話をしてましたよね、そう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 、でしばらくみんなで考え込んで、いやあれはあれ、あれもあれはとか言ってて、うん、突然ちょっと半分冗談っぽく歌い出して、うん、はい、それをやることになりました皆さんがいや皆さんがね、おそらくねもうあの思いもつかないような山本教授さんの歌ですけども、割と多くの方がねご存知だと思いますね、はい、この歌はね、じゃあちょうど、ね、昨夜のあの感じでしょうかね、そうですね、昨夜のあの日本酒結構たっぷり ね、飲ませてもらった時の、はい、3、4、忘れてしまいたいことやどうしようもない寂しさに包まれた時に男は酒を飲むのでしょう、男は静かに眠るのでしょう、忘れてしまいたいことやどうしようもない悲しさに包まれた時に女は涙流すのでしょう、泣いてやがて女は静かに眠るのでしょう、
これは意外ですね。いやいやヒューヒューが出てますよ。転んで、ね、泣いて泣いて泣いてライブでやるんですか。一度ね、あの八木信夫さんとハープの、あ、はい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 、ね、これをちょっとやらせてもらって。いいですね、こういうのはね、あのいいんじゃないでしょうかね、はい、なんかあのみなラジオ聴きの皆様もね、あの、うん、びっくりされたと思うんですけど、あのバウアウの、ね、山本恭嗣さんが、そうなんです、ね、酒と涙と男と女と女、ああそういうことそうね、部屋とワイシャツと、あ、いやそういうのあった、俺とお前と大五郎みたいな。ということでね、今日のゲスト山本恭嗣さんですけども、松下さんの方から、ファックスご紹介いたしましょうか。はい、もう一つ、もう一つね、はい、あの博多のミキさんからいただきました、うん、博多、はい、皆さんこんにちは。ものすごい雨です、はい、福岡ではまさに1年前に大変なことが起きた、うん、東峰村朝倉から大分の日田の被災地を含め、うん、はじめ各地で大きな被害がないことを祈るのみです。先週の吉村雄二郎さん、声の力がすごかったですね、うん、同じ年辰年の乙女座ということで親近感が湧きました、さて子供の頃おいらにマーシャルアンプのすごさを、すさまじさを教えてくれた山本恭嗣さん、お帰りなさい、はい、この日を待っていました。マーシャルアンプのすごさすごさ、前回は大好きな名曲スティールもちょっと歌っていただき感激でした、うん、ああそうだった、ちょこっとそうだったね、あれからライブにお邪魔しましたが、うん、オイラが知っているライブとは異質な雰囲気が面白かったです、うん、あ、それは引き当たり引きまくりですね、うん、お客さんが乗ってるのに静かで、うん、よく見たら皆さんが食い入るように恭嗣さんのギターに見入ってるのっていう状態でした、うん、それに年齢層も高いのに誰よりも若く見えた恭嗣さんだったことにもびっくりでした。今日もレギュラーの皆さんと共にリラックスし素敵な雰囲気を楽しんでくださいね。リクエスト恭嗣さんには、伝説のゴドチョーキング聞きたいけどもう何でも OK です。ゴドチョーキングやってほしい。ゴドチョーキング、ゴドチョーキング、ゴドチョーキング、あれ誠君が見せたっけ。見てない、見てると思うけどね、ちょっとやってるよね、はいはい、ね、いや音っていうよりもね、もうあそうです、じゃあこの E の音を B まで上げます。はい、狂ってない、すごいねこれ、狂わない狂わないのもすごい、伝説のゴドチョーキングがあります。これはねまだね誰もできてる人見たことないですね。うん、チョーキングでね音を作るのが好きなの。要は、ね、あのギターってほらフレットあるでしょ、うんうん、だから例えばこうやってもう、うんうん、こうやってなんかバイオリン的な肉声に近い、うんね、いやフレットがないところでやるから、うん、だからなるほど、ね、シタールもそうだもんね、うん、シタールも、あしたら、うんうん、だから、ね、チョーキングでやってるよね、うん、なんかね、そうだね、なるほどね、うん、素晴らしいね、弦は切れない、10年に1回ぐらい。この間10年ぶりに切れましたね。切れましたすごい、鈴木は途中でしたね、ごめんなさい、ありがとうございました、うん、かなおさん、リバーサイドマイホームタウン、風の中で立てだけど何でも OK です。ほう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 、PS 月曜日にカナオさんくしゃみが出たと思います。こてっちゃんと噂をしてました。今度はこてっちゃんってあのハーモニカの ね今度は彩香ちゃんと一緒にという気合が入ってましたよ。恭嗣、うん、さんはオイラは未体験ですが、またしゅんさんとの共演を今度は体験したいです。菊田俊介さんのことですね、うん、もう何度もやってるけどね、はい、ちょっとしばらくご無沙汰してますね、はいはいはい、はい、ということでね、博多のミキさんありがとうございます。まあ、今年ちゃんもね今度ね、来月、今月の終わりにあの来てくれますよね。もう今月になりました。7月早いですね、もうね、あっという間に7月になってしまいましたけどもですね、スケジュール、今後のね山本恭嗣さんの予定というかね、はい、もう早速明日がね、あの館林行くんですよ。
群馬だねの松原街道ってところで、で明後日はもう近所ですね、横浜、新横浜のニューサイドビーチでワイルドフラッグ、今度はねもう、はいはいはい、ハードロックもうパワートリオやります。あ、はい、そしてね、うん、すぐ松江に行きましてね。あ、松江ですか。うん、でまあ、あの僕の母校のために僕と佐野史郎で、うん、あの小泉八雲の朗読をやって、あともう12米子、13松江、14広島、15山口の周南とワイルドフラッグでツアーしていきます。で22日は盛岡のグローブで、28日は、西大井、東京ですね。あ、西大井。カルマンシュってところで弾き語り、弾きまくり、ギター三昧やります。はい、で、ちなみにもう来月も、広島、仙台、狛江、秩父、大間、あと、あ、25日はバウアウやりますね。渋谷で。イエーイ。これは8月の話ですよね。まあ、だから、素晴らしいですね。ぜひとも山本教授で検索してもらえば、パッと一番上にね、そうですね、ホームページ出るんで。あ、素晴らしいですね。全国各地行きますか。北海道ツアーから、静岡ツアーから、いろいろ待ってますから。素晴らしいですよね。はい、山本教授さんですけどもですね。ミキさんのリクエストはありましたかね。はい、言いましたね。はい。なん、え、風、うん、風の中でだとか来てたのね。カナオさんへのね。あ、はい。あ、そうですか。ということでね、どうしますか。機械でなんかやりますか。うん、僕は歌うなんか。機械でって。なんか歌ってもいい。まずセッションでもしましょうか。しますか。風の中で立てて難しい。いや、こんな感じ。いや、僕どうせあの、見ないから。最初のキーだけ B フラットですね。ちょっとこれ父親が亡くなった時の思い出の歌なんだけど、あの今いろんな人がカバーしてくれてるんですよ。で福島も今回7月の14日か、まあ行くんですけども、福島の方たちがあの最初にカバーをしてくれて、今いろんな東京とか横浜のねバンドの方とかもねカバーしてくれてる、それ、ね、ちょっとバラードなんですけど、自分の、ね、曲をカバーしてもらえるなんて、おそらくもう18年前もう亡くなったんですけども、その父もね喜んでるかなとは思いますけども、風の中で盾を、はい、この街じゃ冷たい風が吹いていた。生まれたところもいつの日か知らない街になっていた。
したところで何も変わりはしないだろう。焦る気持ちは今じゃないけれど、風に吹かれて歩くだけ。夢の中で咲け、こんな時代だから。ということで、金尾芳郎、風の中で立てという歌をね、お届けしましたけども、いきなりしてこれだよね。すいません、コードも渡さずに。読めなかった人。いやいやいや、楽しいひとときを過ごしてまいりましたから、はい、早速ですね、山本恭嗣さんのね、どうしましょうか、この、うん、このこう優れものを作って、行ってみますか。優れもの、もう一曲やりますか。もうぜひぜひ皆さんお待ちかねだと思いますよ、ね、はい、じゃあもう一曲、じゃあね、これ僕ね、はい、去年のね秋にねソロアルバム出したんですね、新しいやつ、はい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 、ボイスオブザウィンドっていうんですけど、ボイスオブザウィンド、はい、はい、ちょっと風でしたね今ね、はい、風つながりで、でその中でね、うん、はい、まあ、もちろんオジーラムもやってるんですけども、ちょっとクラシックのカバーもやってまして、ほうほうほう、ちょっと短い曲なんですけどもね、皆さんよくご存知のトゥーランドットってありますよね。あ、はい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 。ね、歌い上げるやつですね。なるほど。パバロッティとかが。パバロッティ、はい、はい、ね。誰も寝てはならぬ、ネッスンドルマってやつを、じゃあちょっとやってみようかなと思います。はい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 、では。
ですよ、この世界。もうね、ファンの方が後ろからね、回り込むようにして見た写真撮りましたからね前から見たいでしょう。すごいですか、あのね、いかがでしたか、下の1000分の1の音量だけどねちょっとプレミアムシートで、ちょっとプレミアムシートで、ああそうですか、涙、ああそうですかね、素晴らしい、今日ねわざわざね、あの雨の中お越しいただいてですね、あのゲストの方によ よりますけども、やっぱりほら、あのお客様お入りに ならない方がいい方もいらっしゃるんで、うんうん、の道をお聞きしたらね、いやいいんじゃないの、全部全員こう入れるかなとか言ってね、やっぱそこら辺が ね懐のね大きさというかね、京二さんの、今日お一人ずつお名前を、うん、いかがですか、じゃあどうぞそちらの男性の方から。今日は立山から来ました。立山、たまたま上京してたんですけど、昨日京二さんのフェイスブック見たら、あそうですか、っていうので、うん、ちょっとこの後本当は用事があるんですけど、うん、それちょっと遅らせて、うん、せっかくなんで聞かせていただきました。立山から、いやいやいや、ありがとうございました。お隣の方、はい、はい、ペコと申します、ね、あペコさん、はい、はい、実はこのビルの中で働いてる、あれ本当に本当ですか、はい、で、ツイッターとかには書いといたんですけれども、うんうん、楽しみに待ってるって、いやいやいや、ありがとうございます。もう本当にこの距離で聞けて最高です。そうですか、実は京二さんは、うん、銀座ナウの時代、うわー、すごい、70年代からそうなんですよ。バフバフでマーシャルアンプを知ったっていう、ああさっきので、その今日は仕事中ちょこっと来たけど、その頃はセーラー服を脱ぎ捨て、うん、銀座コアに走った、うん、うわおその当時からね、アイデの前ですね、どうもありがとうございます。その頃からじゃあお隣の方は、マサエです。あマサエさん、ありがとうございます。1977年のキスのオープニングアクトからです、はい、うん、すごいね、ほぼデビューの、僕76年の12月デビューですからね。そうですよね、もう初期の、うん、素晴らしいですよね、それからずっとね、本当に、あじゃあ大人の方どうぞ、はい、行くよと申します。行くよ、はい、来るよ男性の方行く、あ、行く、名字が、あそうなんですか、はい、あ僕あの九三島根なんですけど、僕鳥取県の出身で、あそうでしたか、ちょうど79年くらいにバウアーが作るポップな音楽性の時があって、その時になぜかファンになってしまって、なるほどね。まあそれまでもハードロックとか聞いたんですけど、うんうん、まあ、それよりも全然バウアーがいいな、うん、なるほどね、はい、まあありがとうございました、今日は楽しかった、各地来てくれたりする、あそうですか、うん、ありがとうございます。お隣の方は、そして、ゆきこと申します。ゆきこさん、はい、ありがとうございます。横浜から参りましたけど、はい、はい、川崎FMをよく聞いております。あ、そうですか、ありがとうございます。今後ともよろしくお願いいたします。 V バウの時から京二さんが大好きで、その時ステージから投げてもらったピックが宝物です、うん、衣装、おお、なるほどね、今日ねバウ T シャツを、ああ本当だ本当だ、ワイルドフ フラグの T シャツもできたんでしょ。あできましたね。ね、あれかっこいい、初売りです。あかっこいいですね、あれね。うん、うん、あれもいいじゃないですか。そうそう、かっこいい、うん、バウバウもそうだし ね、あの、はい、いろいろ楽しい、はい、あの感じですね。あのツアーも本当に体気をつけて頑張っていただきたいと思います、うん、ね。最後にね、なんか、もう大丈夫ですかこれ生演奏は、これぐらい。時間があって、時間ちょっとありますけども、まあうちらの告知しなくていいの、あそうだね自分の宣伝するのいつも忘れるんだよね、まあとりあえず音楽試しライブが7月の14日17、15とね、須賀川、14日は須賀川ですね、須賀川の、アコースティックタウンぷかぷかっていうところでライブをやらせていただきます。15が天栄村、天栄村のね、蔵でライブをやるんですよ。蔵があって昔 の、プカ、まあ、森プカっていうねとこでねやらせていただいて、蔵の中でやるっていうのもなかなかいいんですよね。僕一回
酒蔵でやったよね。酒蔵軍と酒蔵で。それ新潟だよね。新潟もやったし。あ、福島でもやった、ね。そうだそうだ。うん、ああ、そうなんだ。あの辺はやっぱり蔵でやるっていうのもね、結構ありますよね、音響が意外にいいんだよね、なんかね、蔵でね。なるほどね、それでね、行ってきますけども、はい、福島、26は赤坂プラットンカンティーナ、そういうがあるね、ライブ。またフェイスブック、僕はそんなライブやらないんで、フェイスブックまたね、ご紹介いたしましょう。今日はね、湯島だ、ファビュラスギターズだよ。宝田君と、あ、今日、浅田君と、あ、そうなんだ、ごぼうちゃんと。あ、そうかそうか。日本一ライブやってるんですよ、ね、毎日ね、ライブが楽しみ。楽しみ。やることがないんで。太陽見るかギター弾くか。太陽見るかギター弾くか。じゃあみんな頑張ってほしいと思いますけどもですね、最後にまあ、これで、なんか京二さんの曲で終わりますか。うん、うわまたですか。それだったらなんかセッションでもする。セッションで見られる。うん、なんかブルースコードでもやる。ブルースコードで見ます。あ、ブルースコードであったらね、巻きが出てますね。巻きが出てます。いいかなんかブルースやりますか。いいですか。いいにしますか。オッケー。じゃあ引き出してもらえる。はい。あの人は今はない。